静水圧平行にある太陽系天体の一覧は、静水圧平行にある太陽系天体の一覧である。2006年、国際天文学連合は、惑星の定義を太陽の周囲を公転し、静水圧平行に達するほど十分に大きく、軌道近くから他の天体を排除していることと定めた。静水圧平行に達した天体とは、 その重力が内部の合体力に打ち勝つほど大きく、楕円体の形状を保っているものである。多くはほぼ球形であるが、ガス惑星の木星や土星はやや扁平な形状をしているし、純惑星や純惑星候補の中にも、ハウメアやバルナのように、自らの重力である程度丸くなったとは考えられる。ものの、時点が早いために、球形とは言い難く、かなり扁平な形状のものもある。 軌道上から一層ということの実際的な意味は近辺にあるすべての天体の軌道をコントロールできるのに十分大きな質量を持つということである。IAU の定義によると太陽系には8つの惑星が存在する。太陽の周囲を交点し、静水圧平行に達してはいるが軌道領域の天体を一層していないものは純惑星に分類され、その他の天体は 太陽系小天体と呼ばれる。さらに、太陽自身と19個の衛星も静水圧平行に達する質量を持っている。太陽系に存在する静水圧平行に達したすべての天体が、下記のリストに掲載されている。太陽の軌道特性については、銀河核に対してのものであり、すべての天体は、太陽からの距離の順に並べられている。太陽は、 G 型主系列性であり、太陽系全体の質量の99.9%以上を占めている。惑星は、静水圧平行に達するほど十分に大きいという条件も、軌道領域から他の天体を一相しているという条件も満たしている。太陽系には4つの地球型惑星と4つの木星型惑星がある。校舎の4つで太陽を除く。 太陽系全体の質量の99%以上を占めている。純惑星は、静水圧平行に達するほど十分に大きいという条件は満たしているが、軌道領域から他の天体を一層しているという条件は満たしていない天体である。太陽系では、現在5つの天体がこのカテゴリーに分類されている。ケレスは、 火星と木星の間の小惑星体に存在する。その他は、海王星の軌道の外側に存在し、冥王星型天体というサブクラスに分類される。太陽系の衛星の一覧も、参照太陽系に、静水圧平行に達するほど、十分に大きい衛星は全部で19個ある。ここには含まれない、海王星の衛星プロテウスは不規則な形をしているが、 19個の中で最も質量の小さいミマスよりも若干大きい質量を持っている。下記は太陽からの距離の順番、次に惑星からの距離の順番に並んでいる。太陽系小天体及び純惑星候補の一覧も参照以下の太陽系外縁天体は理論上は将来的に純惑星になりうる十分な大きさを持っている。 30個程度の太陽系外傷天体がここに含まれ、他に3つの小惑星が含まれる可能性もある。クワオアーとオルクスは衛星を持っているため、質量の正確な計算が可能である。どちらも 5020kg 以上の質量を持つ。ありがとうございます。